ですね。本田浩一郎さんが植えてくださったバラ、こんな風に咲いてます。ちょっとですね、これ葉っぱが病気っぽいんで薬を振らんといかんかなと思います。あー、ちょっとこれまずいですね。こう、じゃあちょっと今日はですね、この後状況ですんで、A だけで B は車からやります。こうやってですね、バラを買ってきて、あっちゃー、笹がダメでしたね。もうこうやってですね、これバラとですね、ボタン、これ買ってきました。こうやってハゲッパになってますんで、このよその線とかハゲッパのところに、そうこうやってですね、で昨日は革具薬ということでみんながきれいにしてくれました。もうあんな風に岸が壊れちゃってるんでですね、ちゃんとまっすぐしないと、どん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 田んぼが減ってってますね。これはいかんですね。護岸するお金がないもんだからこんな風になるんですね。ちょっと綺麗に整備せんといかんと思います。おはようございます。昨日ですね、非常にズームミーティング、郷原先生、楠木先生、それから葛西代議士、加わってくださってですね、申請者の方々と一緒にお話をさせていただきました。非常にA さんたちとですね、ずっと続けてきたものですけども、新たな視点、公共調達の視点をですね、昨日入れていただいて、これポスト